はい、まずはじめに、チーム名と監督さんのお名前を教えていただけるでしょうか。はい、富士見大、ウルフ少年野球クラブです。監督の名前は中村です、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、監督、チーム名の由来ですね、はい、をちょっと教えていただけますか。はい、わかりました。チーム名の由来は、小学校、富士見大小学校の、通学エリアの子供が集まってできたクラブチームです。はい、設立日は大体いつ頃でしょうか。大体30年ぐらいですね。30年ぐらいですか。わ、はい、かりました。あと練習日とか練習場所はどうなっているでしょうか。はい、練習場所というのは、はい、基本的には富士見台小学校を、3チーム併合で使っております。はい、練習日は、土曜日日曜日のみでやっております。はい、あとチームの全体の人数は大体どのくらいでしょうか。チーム全体は、約33名、下は1年生から上は6年生までになっています。そうですか。あともう一つ、監督さんは大体何年ぐらい経験されているのか。私自身の監督は、約6年監督やらせていただいております。はい、わかりました。去年今年の成績を教えていただけますか。去年の成績は、B チーム5年生以下のチームでは、宮前区で全勝です。はい、今年の成績は、春の大会は決勝戦で負けましたけど、それ以外は全勝で、今回、参加させていただいております。はい、川崎市の強豪チームということですね。はい、そうですね。はい、基本的なチームの考え方を教えていただけますか。はい、基本的に、チームといえば、まずは第一に礼儀、第二はやはり楽しく野球しましょうというチームの、方針でやっております。はい、わかりました。あと月の部費とかは大体どのくらい使っているんですか。月の部費というのは、兄弟によって違うんですけど、単独の場合は2300円、兄弟が、いているおられる場合は、下の子は2000円という形になっております。あ、そうですか。はい、はい、合宿などはやってられますか。合宿は、年に1回、7月の末ぐらいに、上の子は2泊3日、B チームの子は1泊2日でやらせていただいております。はい、あとですね、チームのこの服へのお手伝いなんかは必要とされているんでしょうか。基本的には A チームのお手伝いはあまりございません。B チームに関しては下は1年生から4年生までの服へに関しては基本的にはどちらか1名参加していただくという形でやっております。そうですか。はい、わかりました。最後になりますが、監督をされててですね、良かったこと、また今悩んでることがありましたら教えてください。はい、監督として一番良かったことは、勝った時子どもの笑顔、負けた時の、涙の顔というのは非常に印象に残ります。監督として、悩んでるいうことはやはり、チームの方針が勝つ方に行くのか、楽しく野球にするかいうのをいつも悩んで、日々、練習試合に臨んでおります。はい、今日すいません、試合の後のお疲れのところ、長い間ありがとうございました。ご直接どうもありがとうございました。